皆さんこんにちは。私の YouTube チャンネルへようこそ。w ハイアジア最終予選、日本代表7-0中国代表、9月5日、埼玉スタジアム2002、映像、伊藤のオニクロスに合わせた超加速飛び込みヘッドダン日本代表フォワード前田大然が、陣内の加速力で、スタジアムに詰めかけたファンたちのどぎもを抜いた。 右サイドからのクロスボールは逆サイドへと流れるかと思われたが驚異的なスピードで追いつきヘディングで流し込むとなんであのボールに追いつけるの理解不能な速さなんだがとファンたちが驚愕しているサッカー日本代表は9月5日ワールドカップ2026アジア最終予選の第一節で中国代表と対戦した ベンチスタートとなった前田は4対0とリードして迎えた63分にフォワード三香織に代わって左サイドに投入された。すると87分、驚異的なゴールを生み出す。右サイドのフォワード伊藤純也がゆっくりとドリブルを仕掛けながら中央へとスライドしていく。するとボックス手前の位置から右足で高速クロスを入れた。低弾道で伸びのあるボールだっただけに。 そのままゴールラインを超えるかと思われた次の瞬間爆発的な加速力でマークを置き去りにした前田が飛び込む狙いすましたヘディングシュートは GK の頭上を越えてゴールネットを揺らした不可能を可能にする前田のスプリントについてファンたちも SNS 上で大盛り上がりあんなん普通ボールアウトなって相手のゴールキックやん王子りそくすぎやろなんであのボールに追いつけるの 前田大然の動きがインザーギすぎるのすごい、意味不明な速さ W など、前田のスピードに驚く声が多く見られた。前田のゴールで6点目を挙げた日本代表は、試合終了間際にもフォワード久保建英がネットを揺らし、W 杯最終予選の大事な初戦で快勝した。どう思いますか気に入っていただけると嬉しいです。また次回お会いしましょう。